モンペルデュ、または、モンテペルディードは、ピレネー山脈中央部の山。山頂は、スペインアラゴン州、ウエスカ県北部に所在するが、山体は、スペインとフランスにまたがっている。フランス語では、モンペルデュ、スペイン語では、モンテペルディード、アラゴン語では、モンペルディード、カタルーニャ語では、モントパルドット。すべての言語の名称が、失われた山、または、 迷子の山という意味を持ち、ガバパルニー建国とダスタウベー建国のピークが存在することでフランス側からは見えないことに由来する。日本語ではペルデュー山やペルディド山などとも表記される。ガバルニー建国からなる石灰室の山海、及びその山頂群や稜線群、そして、モンペルデューそれ自体のピークなどを総称して、モンペルデュー山海という場合がある。ガバパルニー建国にかかる滝は、 落差422メートルで、欧州一の高さがある。モンペルデュの正確な標高には、諸説あるが、ユネスコによれば、山頂の標高は3352メートルであり、ピレネー山脈では、アネト山とポセッツミネに次いで3番目に高い山である。石灰室の山としては、ヨーロッパ最高峰である。フランス側から登るよりも、スペイン側から登る方が容易である。 オルデサ渓谷にあるトルラの村の近くから登山道が始まり、頂上に到達する前にゴリス避難小屋に向かって、ソワソ建国を越える。雪の中を登るため危険性がはらんでいる。1918年には、スペイン政府によって21平方キロメートルの範囲が、オルデサイモンテペルディード国立公園が設置された。この国立公園は、アステリアス地方のピコスで、 エウロッパ国立公園と共に、スペインで最初に制定された2カ所の国立公園の一つである。現在は範囲は156平方キロメートルまで拡大しており、アニスクロ峡国全体が組み込まれている。この国立公園には1500種以上の植物が生育しており、171種の鳥類、32種の哺乳類、8タイプの爬虫類が生息している。 翼服が300センチメートルを超えるヒゲワシはこの地域で最も壮観な野生生物でありピレネー山脈はこれらの鳥類を見ることができるヨーロッパで数少ない場所の一つであるこの山を中心とするフランススペイン国境付近一帯はトレスセロルスモンペルデューもしくはピレネー山脈のモンペルデューの名で世界遺産に登録されているこの世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録されたモンペルデュの頂上からの眺めありがとうございます。